はい、ということで、日本終わったのでエンディングでございますけども、はい、まあ今日はあれですね、今日はというか今週は結構比較的ちゃんとした、なんかオカルトっぽい話してましたね、ちょっとそれどういう意味どういう意味って冬も、もうすごい素直な気持ちでね言った感じですけど、魔術とかやってなかったなと思ってね。あ、実際ね、意外とね、触れてなくない、あんまり魔術、そうね、まあちょくちょくしてたけど、うん、あのがっつり、うん、しかも 2話にわたってやるっていうのはね、うん、なかなかなかったですから、うん、悪魔も実はたくさんあるんですよ。今回はあの紅葉、どういう風に悪魔を使うか、あのどういうお願い事をしたい時に悪魔を使うかっていうことしか話してないけれども、うん、悪魔にもこうこうこうでこういうみたいな、あの、うん、実はストーリーがあるんですよ、うん、悪魔自体のね、そう、こうして悪魔になったとか、うん、この悪魔はこういうことをしたんですっていうような、要は海外で知られている話とかもたくさんあるんで、うん、そういう話もできたらなと思ってます。今度、まあなんかね、あの昔地獄とかを一個一個結構丁寧みたいなのあったから、まあそういうね、エロ坊主がね、一個一個、うん、っていうのもまあできなくはないか、ね、落ちる地獄、うん、あったあった、そうですね、うん、ということで、まあまあエンディングなんで何か話してきますけども、はい、何かあります？この前変な体験しました。変な体験、うん、をしました。ある芸人さんとね、うん、新宿歩いてたんですよ、うん、ふーっと歩いてて、そしたら、ドン・キホーテ、うん、歌舞伎町のね、うん、あるじゃないですか、あれの向かいに僕は立ってたんです。信号を待ってて、うんうんうん、要はドン・キホーテ側に向かうためにね、うん、信号を待ってたんですよ。でそこもういつの時間でもたくさん人並ぶじゃないですか、あそこの信号って、信号待ち、まあそうだね、うん、で僕らも7時か8時ぐらいかなに、そこ並んだんで、当然まあその時間帯なんでたくさん人がいるんですよ、うん、何十人もいて、うん、そしたら信号待ちしてたらね、僕の方からおばあさんがスーッと寄ってきたんですよ、うん、で格好は雨降ってたんで傘さしててね、うん、でフリルのついた傘、うん、うん、で、格好も白いゴスロリみたいな格好、うんうん、でおばあさん白いゴスロリ、白いゴスロリ、うん、黒じゃなく白、うん、フリルのついた帽子、うんうん、フリフリの服、なんかあれだね、下妻物語だっけ、あ、そうね、不可教みたいな感じ、うん、みたいな感じ、うん、で靴もちょっとなんかの、ヒールみたいな可愛らしいもの履いていて、うん、あ、なんかゴスロリっぽい感じだね。そうでしょ、じゃあ、うん、で、変わったおばあさんだなと思って、うんうん、まあ70ぐらいですよ、うんうんうん、腰も曲がっててね、うん、まあ、変わったおばあさんだなって言って、うんうん、すごいな、思って、そのおばあさんが歩いてるんですよ、うん、あーなんか変やなと思ってたら、数十人いる中でよ、うん、俺の方に向かってくるんですよ、うん、パッと目を追ったら、うん、スーって寄ってきて、うん、わっと思って、なんか話しかけられるなと思って、うん、そしたら「おいおい」って言うんですよ、うん、僕と芸人さんいるのに芸人さんの方じゃなく僕にだけ話しかけてくるんですよ、うん、おいおいおい、うん、違う、話しかけ方がもう雑だな、何ですかって言ったら、腹減ったんだっっ、うん、腹減ったっっ、そんな喋り方なんだ、うん、あ、そうなんですか、腹減ったんですか、お腹減ったんですかって言って、腹減った、腹減ったんだよ、だからな、弁当買うから、うん、300円出せや言うんですよ俺にね、カツアゲじゃないですか、そう、うん、シニアカツアゲだと思って、若いもんがおばあさん、うん、おじいさんをカモにして金を取るがまだあるけど、逆だと思って、うん、でもね、ちょっと待ってと思って、うん、カツアゲっていうのは相手より強くないと意味がないですよね、うんうん、要は金を出さないと痛い目に合わせるぞという意味ですよ。僕が金を出さなくったって別に痛い目に合わせらんないですよね、その人が、わかんないですよ、すごい達人で、うん、ものすごい回し蹴りするかもしれないじゃないですか、まあ、そういう感じは見えなかったです、ヨボヨボでね、もう細い感じですか、細い感じ、細い感じ、おばあちゃんって感じ、そうそう、もう枝みたいな枝、手足、あ、枝って言い方は細い、ちょっと俺は、うん、だから幹から4本の枝が生えてると思ったもん俺は、じゃあまあもう、うん、力はもう明らかに勝てる感じですね、うん、絶対勝てるよ、だって俺大人2人やからね、まあ、あなたも枝みたいなやつなんですけど、うん、まあ芸人さんもいるし、もう一人ね、うん、
だからなんだろうね、何これと思って、うん、300円出せやって言って、うん、300円でいいんだもん、腹が減った弁当を買う300円出せやって言うんですよ、うん、ほんでもうそれって成立してないよねと思って、カツアゲとしてね、そうね、うん、むしろあの物乞いの方がいいよね、あの、うん、そうそうそう、ちょうだいっていう感じならまだ、ね、うん、出せやって言ってくるんですよ、うん、何これと思って、でもこれあの成立してないっていうことは、この300円を渡せば何か別のところに連れて行ってくれるんじゃないかなと思ったんですよ僕は。新たな世界へ。そう、新たな世界というよりは秘密のスポットへ。なんでよ、うん、そんなワード一個も出てないじゃん。いやだから、だって意味がわからないもん、だって成立してないことをしようとしてるから、これはカツアゲなんじゃないと思ったんです僕は。何か意味があって、そう意味があると思った。で何十人もある中で、はいはいはい、僕にしか言ってこなかったということは、俺は何かのテストに合格したのと思ったんですよ。選ばれて、そうあれだよね、定食屋行って暗号を言ったらなんか、うん、そうそう、ハンターハンターのね、連れてかれるみたいな、うん、そう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 、うん、弱火でじっくりなんて言ったら、そうそう、地下へ行く ね, ね、部屋へ、うん、でみたいな感じかなと思ったんですよ僕はね、うん、わこれって思って、これ、うん、チャンスだと思って、まあそうだよ、うん、ちょっと渡してもいいかなと思うよね、300円だし秘密のスポット連れてってもらえると思って、うん、ただここでバレちゃいけないと思ったんですよ。何バレる、秘密のスポットを連れてってくれるって知ってますみたいな、例えばですよ、ああなるほど、ね、例えばですよ、はいはい、うん、秘密のスポットでおなじみあの浦島太郎が亀助けます、竜宮城行きますよね、秘密のスポット、うん、なんですけれども、そこで助けたら竜宮城へ連れてってくれると分かっていたとしたらよ、うん、浦島太郎がね、うん、そうやって顔にヘラッと出ると思うんですよ、ヘラヘラと。そしたら亀は、あ、これは連れてっちゃいけない人材だと思って連れていかないと思う、ありがとうございました、助かりましたって終わると思うんですよ、うん、こいつだからその連れてかれるために助けたんじゃないか、うん、なんならこいつわざと雇っていじめてたんじゃないかぐらいまで考えかねない、あとでなんかあの子供にダチにやるみたいな ね,、うん、ね、そうそうそう、って思われるのは絶対ダメだなと思ったんです、ね、僕は。だから、うん、僕も演技したんです、お芝居を打って、うん、いやいや僕もね、うん、お小遣い制なんですよと、ほうほう、今日も奥さんに、うん、この人とねご飯食べるからって言って、ご飯くれ、あ、ご飯代くれよって言って、うん、お願いしてもうてるからねって言って、うん、そしたらおばあちゃんも、うん、あの、いやそこは分かってるよ、うん、だけどもそういう話じゃないから、うん、出せや300円っつって言うんですよ分かってくれた上で出せって言った、うん、出せや300円っつって、あ、ね、あ分かった分かった、じゃあもうあのちゃんと食べてねって言って、うん、食べてねって言ったんだ、ちゃんと食べてね、美味しいの選んで食べてよって言って、うん、あの財布から300円出してね、うん、渡したんですよ。すごいね、300円をね、うんうん、1枚2枚3枚、うん、はい300円言うて渡したんですよ、うん、そんな横の芸人さんは超引いててそれに、うん、なんで渡すんみたいな、うん、聞いてたんですよ、うん、でも僕はいやいやバカやなこいつと、うん、お前はただただおばあちゃんにカツアゲされて300円渡してるように見えない、あ、にしか見えないかもしれないけれども、うん、俺は秘密のスポットへの鍵を差し込んで今回してるところだと、うん、あとはもうドア開くだけやから、そうね、うん、アホやなこいつと思いながら、うん、さあドアを開けと思ったんですよ、うん、あの開けごま、開けごまだ、ね、開けごまだって言ったらおばあちゃんがありがとねって言ってコンビニ入ってたんですよ、うん、コンビニなんだ、うん、あのカツアゲだったんですよいやだろうねでしょうね、うん、普通の考えすぎで、うん、まあまあ、うん、わかんない、まだあったのかもしれないよね、うん、そのおばあちゃんについてってなんかね、一緒に食べたりとかしたら、ただのカツアゲだったんですよ、うん、うわっと思ってたら、うん、終わった後にね、全部ご飯も会も終わって、うん、いやいやおばあちゃんにカツアゲされましたってつぶやいたんですよ。そしたら、ね、他の方がね、うん、まあ、返事というかなくれて、うん、あの時に実は私も見たことありますと、新宿じゃないですかみたいな、うん、当たってるんですよ、うん、と同じようにカツアゲに会った人がいて、はいはいはい、もう一人ね、うん、だからマジのカツアゲだったんですよ、あれただのカツアゲだったじゃああれでしょ、名物おばさんない、うん、おばあちゃんかなだと思う、秘密の場所を別に案内してくれる、うん、そういう水先案内人とか案内人とかではなく、うん、ただのカツアゲだった。でも格好、うん、ロリータファッションは、うんうんうん、そのカツアゲには全く関与してないじゃないですか。関係ない関係ない、だから汚い格好した方がいいよね。ただの趣味なんかな、うん、でしょ、別にだって汚い格好してた方がもらえるでしょ、物なんて。そうそうそう、すいません服も買えませんみたいな。そうだからそれ買えるんだったら、うん、って思っちゃうよね、やっぱ。うん、何だろうねそれ。300円渡してそれっきり。300円ババアだ。そう、300円ババア。
以上都市伝説いそう。いやそうね、うん、だからそんな感じですよ。どことこの前会ってね、ちょっと気をつけてくださいよ。友達もね、うん、あの新宿でやっぱり謎のおばあちゃんに500円よこせって言われて、うん、え俺よりも200円多い。そうそう、うん、ものすごい普通に断ったらしいんだけど、うん、なんかあのそれで、うん、自分にね、うん、言ってきて、うん、でもやっぱ気になったからそのおばあちゃんの足取りをちょっと、うん、追っかけてった。追跡してたら、探偵じゃん。ものすごい数の人に同じ額、うん、あのその人の言い訳とかもらうための理由っていうのが、うん、帰れない、うん、電車賃がなくなって帰れないっつって、うん、本当にここまでの距離だけでいいからっつって、うん、200何歩みたいな、うん、を全部言ってたんだけど、うん、だからそれをもう何人にも同じ額を言って、うん、220円ずつぐらいを稼ぐみたいなことをしてたっつって、うん、すごいね。でそれでだから1日稼げてんじゃないかな。東口っつったかな、うん、いるって。僕も東口ですよ。だからじゃあ それで買ったんじゃない、そのおべべだとしても300円にアップするだけですよ。しかもそれを切ることによって、まあまあね、あのマイナスになってると思うし、消費税も上がったし、うん、マイナスになってると思うわ、うん、でもそう、でも昔からいる、ね、うん、同じ人かもしれないだったら不思議だなと思って、うん、っていう体験をしましたよっていうご報告です。ああ、うん、まあね、ぽい、うん、びっくりした、うん、本当にそうか、うん、俺もちょっとねなんかあんまりしない体験っていうか、うん、この間ねちょうどしてチョコさんの方が外出てますからね俺より、うん、なんかね電車会議終わって、うん、で帰ろうとしてた時に、うん、大江戸線、大江戸線そう、うん、乗ってて、あんまりまあ言うとあれかなと思ったけど、まあ大江戸線乗ってたんですよ。で乗ってたら、うん、ある代々木だったかな、代々木かなんかで止まって、うん、で僕ずっとそのなんか動画かなんか見てたんですよ。ああ道中ね。そう道中、うん、で六本木から代々木までは。そうそうそう、うん、まあまあ見てて、うん、で別にそれ言わなくていい情報、ね、うん、見てたら、うん、まあ基本的に他の周りのさ、うん、状況ってあんまり気になんないし、うん、まあ普通に集中してるからさ。しかもあれでしょ、入んない、いつもみたいにパーカー着てんでしょ、またなんか帽子かぶって。パーカー着てたか覚えてないけど、うん、まあまあそうで、うん、見てたわけですよ、うん、でまあ結構人いて車内、うん、だからまあ立ってで見てたわけですよ、うんうん、でなんか代々木になったら、うん、今まで止まってた、止まって、ドア開いて閉まっていくっていうスピードが急に遅くなって、うん、で なんか代々木だけすげえ止まってる時間長いなって思って。閉まるのがね、 それ目視ですもんね、耳をあれつけてるから。そうそう、耳つけてて、うん、で動画見てたからあんまり気にはなんなかったんだけど、うん、あ、まあ、いつまでだとスタートしないなと、感覚的になんか、うん、あれ遅いなと思って気になって見たら、うん、ずっとやっぱり開いてて、うんうん、ドアが、ね、あれと思ったら、うん、俺 その乗ってた車両のドアのところに、うん、ね20中盤ぐらいの女性、若いじゃん、いわゆる OL の格好してる人がいて、うん、その人がその、ドアあるじゃん、うん、を出たり入ったりをしながら、だから反復横跳びみたいな感じしながら、うん、手振って、うん、でバッ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 みたいなやってるのよ。手振るっていうの、中に友達がいるから。でいや、うん、なんかおかしい人って思って、うわ気持ち悪いって思ったのよ、うん、でこいつのせいじゃん絶対止まってんの、うん、と思ったのよ、うん、絶対そうでしょ。で見たらその人が、うん、そのなんていうの、出たり入ったりしててやってるんだけど、うん、目線を見てると、うん、どうやら外の方を見てて、あ外に友達がいるんだ。で、うん、それが友達に向けてっていうよりかは、うん、すげえ必死な形相でやってるのよ、うん、手を振りながら出たり入ったりして、うんうん、とにかく私に気づいてほしいみたいな感じの必死さなの、駅員さんとかに。そう、うん、でそこで分かったのが、うん、あ、駅員この人探してるっていうか呼んでるんだ、うんうん、ここに来てくれって、うん、でなんでだろうと思って見たら、うん、よく見たら、うん、その俺ずっと動画見てて、うん、その動画ってさ結構顔の上の方に上げて見るタイプなのよ俺。あ、混んでたから目線に合わせて、そうそう、うん、下げて見るんじゃなくて、はいはい、自分の
目線ぐらいまで上げて見てたから、うん、その女の人しか目に入んなかったんだけど、うん、その女の人のすぐ下に地べたに座ってる男がいたのよ、うん、でその男がもうあの座り方がいわゆるなんだろうなあぐらかいてるんだけど、うん、顔がもううなだれて下に、ね、自分のそうそう股間ぐらいまであるみたいな、うん、顔が顔がほなだいぶうなだれてますねってなってて、うん、こいつかと、うん、こいつのせいでこの人は呼ぼうとしてるんだってのに、うん、そこで初めて気づいたの酔っ払ったかなんかで体調壊しててね、うん、でなんかまあおそらく酔っ払ったろうなって思ってたんだけど、うんうんうねうん、どうやらそれともなんか違うっぽい感じもあって、うん、寝てるんですよ、うん、簡単に言うと、うん、で右手にはなぜかチョコミントのアイス、うん、あの駅で売ってるやつあるじゃないですか、はい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 、あれを片手に、うん座り込んでこの寒い日にチョコミントのアイス買ったんやっていうか、うん、そんなぐでんぐでんの状態でチョコミント、うん、しかも、ま、新品っていうか、うん、真っさらな感じ、はいはい、一口もかじってないなんかって思ってて、もう何なのこいつと思ってたんですよ、うん、でその子がまあ必死こいってその呼んだおかげで、うん、駅員さんが来て、うん、ああこりゃすいませんみたいな感じで、うん、でその男を、うん、こう引っ引っぺがして外に出そうとするんだけど、うんうんうん、まあめちゃくちゃ結構大柄な男で一人で出せなかったんですよ、はいはい、だからうなだれてるのを無理やり羽交い締めみたいなのして何人かの駅員さんで下ろそうとする、うんうん、いや駅員さん一人しかいなくて1人でその人でやろうとするんだけど、うん、手伝いの誰かそう動かなくて、うん、でさすがにもう早く発車しなきゃ時間遅れまくってたから、うんうんうん、駅員さんもしびれ切らしてちょっと誰かあの足の方持ってもらえませんかって言ったのよ、うんうんうん、でああいう時って、うん、やっぱみんな意外とあんなに人いるのに、うん、行かないもんで、なかなかなんかみんなで確かにそのうなだれてるやつが結構怖かったのよ、うんうん、あそういうことねやばい系っぽい感じ蹴っ飛ばされるかもしれないとあのねっていうか薬やってんじゃねえかなっていう感じに見えるマキシマムホルモンズみたいなまあ、まあ、まあ言い方悪いけど、うん、ちょっと明らかにかあの酔っ払いっていうよりかはしゃぶ中っぽいような感じに見える怖いねで気持ち悪いなっていう感じだったんだよ、うん、で触りたくないっていうみんな顔してたから、うんうん、あそっかと、うん、ここはまあじゃあ一つ、うん、俺が行って、うん、足持ってやろうと、うん、やっても出そうって思って、うん、偉いなで向かったんですよ、うん、したらその瞬間刹那ものすごいイケてる感じのシュッとした仕事できるっていうサラリーマンが足すって持ったのよ、うん、で俺もう歩き出してるじゃん、うん、止まれないじゃん、うん、あれ俺のポジションもう取られたって刹那思ったんだよ、はいはい、で何を思ったか、うん、俺その時、うん、そのね酔っ払いみたいなやつの持ってるチョコミントを、うん、持って、うん、一緒にその3人で担ぎ上げて出したか出したの、うん、チョコミントをねそうチョコミント役、ね、チョコミント役っていうない役を、はい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 、多分駅員さんもそれ 言ってなかったから、うん、いらない役ねいらない役だと思うんだけど、うん、チョコミント落ちそうな感じに見えたってふりして、はいはいはい、チョコミントパッて取って、うんチョコミント役ね、一緒に3人で出てって、うん、でチョコミントは水飲み場にすっておいて戻ってきたんだけど、うん、よくよく考えてみると、うん、俺チョコミント欲しくてパクったやつって思われてんじゃないかなと思って周りからしたら、ね、すげえ恥ずかしくなって、うんね、で全然、うん代々木、うん、本来降りる駅じゃないんだけど、うん、一回降りて一歩遅らせてまっさらにリセットしてはいはいはい、はい、で戻ったっていうなしなしそう、ね、なしにしたって話なんだけど、ね、超いい話そうすげえね不思議な気持ちになったわあれ、うん、変ないいことしたんだけど、うん、でねなんでチョコミント持ってたんだろうって思ったね、うん、あの環境というか状況で確かにねちょっとやばいだろうなと思って変な人シリーズ僕ね毎月千葉に行ってるんですよというのも日本大好きの収録があるからって言って行ってるんですけど、うん、収録行く時に僕もねやっぱりもう1時間半ぐらいかかるから、うん、あれイヤホンつけてね毎回、うんうん、で Kindle で、うん、心霊の本とか読みながら行くんですよで1時間半あるから、うんまあ、それで1冊2冊ぐらい読み終えるぐらいなんですねちょうど、うん、だから、はい、それで読んでいくんですよ毎回ね、うん、スッスッスッと何ですかあれスライドじゃねえやなんかさせながらスワイプか、ね、スワイプか、うん、あれさせながら、うん、スワイプ
あ、違う。それボケックスラッシュは？わかんない。まあまあ、スッとね。スライドさせる、ね。させながら、うん、あの読んでいくんですよ。うん、ならね、なんかあの、こう見てると、僕はね、前じゃなくて下にこうやって向けるんですよ。うん、下ろしてみる。そう、下ろしてみるんですよ。うん、多分スタンダードタイプ、僕は。うん、見てるんですよ。まあ、そう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 。したら、もう、ふと目を開けたらみんなの顔が見えるわけですよ、座ってる方のね。うんうん、で、ね、千葉、まだ東京、東京から千葉に、うん、あの移りますよっていうぐらいの時よ。だから、うん、船橋とかのあたりかな、葛西、うん、とか、うん、から船橋の方に行ってる時に、うん、なんかね、人の雰囲気がふと変わるんですよ。あ、みたいな。うん、なんか、ちょっとそわそわしだすみたいな。うん、感じになってて、うん、同じような感じだったもん、うん、下本さんさっきのとね。で、なんだろうと思ってあのイヤホン取ったらもう瞬間分かったんですけど、うん、めちゃめちゃ怒鳴ってる男の人がいたんですよ、うんうん、たまにいるね、ね、うん、おじさんでね、うん、まあ年で言ったら50、60ぐらいの人ですよ、うん、50、60でおじさんがいて、でその人があのね、優先席うん、に座ってたんですよ、うん、でそんな大声あげるやつが優先席座るなと思ったんですよ、僕元気じゃねえかと思って、うん、で座ってでわー騒いでて、でもみんなもずっと見てるんですよ、座りながら喋ってる、座りながら喋ってる、うん、うわーって喋るというより叫ぶ感じ、うん、うわー言ってて、うん、何言ってんのかなと思ったら、うん、山口敏太郎って聞いたことある名前だな、うん、今僕会いに行く人と思って、うん、山口敏太郎って言って、うん、でお前なっつってて、うん、何やろうと思ったら、うん、本面白いなすごいね。あれでさ、うん、あの怖くってさ、うん、あの千葉行きなんですよ。あで来るかも、住所もさ、うん、載ってるんですよ、うんうん。タートルカンパニーって調べれば住所。事務所が。俺このまま俺行くんじゃねえかな一緒にと思って、うん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 、それかもずっと言ってんすよ。千葉入っても降りないずっと。うん、あの西船橋で結構降りていく人、うん、一緒に降りろ、お前も一緒に降りろって思うけど降りない、うん、あれって思って、ああ面白いな、ずっと言ってんの、ずっと言ってる、うん、で手を見たらね本持ってる、うん、あ本持ってる、本読みながら、ああ感想だ、そう、山口敏太郎面白いな、うん、つって、でもなんか叫び方もちょっと変、なんかもうちょっと共感得てるみたいな感じなんかな、うん、そうそう、でそれしか言わない、どこが面白いとか言わない、うん、うん、面白いなみたいな、でちょっと黙る、うん、あ、山口敏太郎面白いなすごいね、フルネームで、もうなんか怖いんですよ、うん、でみんなも山口敏太郎って知らないしね、おそらくね、うん、普通に、うん、なんか OL とか、うん、サラリーマンとか、僕結構早めに出るんでね、12時ぐらいに出るんで、うん、その辺りの時間をね、そうそう仕事行く人ですよ、みんなスーツ着てたりとかね、うん、まあ、着てるんですけれども、もうその人たちが何だろうと思ってて、うん、でみんなが一斉に携帯を持って調べ出すんです、うん、多分山口敏太郎調べてるんですよああまあ気になるわな、その車両の中では山口敏太郎アクセスがすごい俺伸びてると思って、急上昇、そうそう、でそのまますーっと進んでいくんですよ、まだね、うん、西船橋っつって、うん、あ、やばいやばいやばいみたいな、うん、で北奈良市ので僕降りるんですよ、うん、北奈良市ので降りて奈良市のかななんかに乗り換えて、事務所まで行くんですけど、うん、北奈良で降りるんですよ一緒にね、うん、あ、これリーチじゃん、もう来るぞこれと思ってこれやばいやばいと思って、うん、でまあ、スーッと降りて、まだ降りても、うん、あー面白いな、山口敏太郎面白いな、うん、と言ってんの、北奈良市ので言ってるんですよ、うん、いや怖いなこのままついてこられたらと思ったら、そのまま定食屋に入ってたんですよ、定食屋、あ、定食屋、ね、定食屋でも、うん、山口敏太郎面白いな多分言ってるんでしょうけど、うん、そのままずっと呼んでたからね、うん、で僕は定食屋寄らんからそのまま事務所行ったんですけど、だから、うん、事務所いる時あのおじさんがいつ攻めてくるんだろうと思ってそわそわしてて、うん、でも人に言う話でもないしすぐ収録ってなるし、今お客さん入れてるんですよ、うん、お客さん入れてる前でこんなちょっと怖い危険な話してもいいのかなと思って、危険っていうかまあまあ、うん、もしかしたら山口敏太郎大好きなおじさんが攻めてくるかもしれないと思って、てか公開収録に来たらやだなって思うよね、うん、普通それはもう今公開収録してるから、うん、でこれやばいなと思って怖いなと思って待ってたら、うん、ピンポンってなるんですよ収録してる時にね、うん、で来られましたって言って、うん、でなんかお客さんだと思いますっつってふわって言ってさ、で沢口さんが上がってきてさ、うん、そしたら足音が一つ多いのよ、うん、うん、あ誰か来訪者だと思って、うん、入ってくるってことだもん、ね、めっちゃ怖かってさ、うんやばいやばいと思ったらさ、ちょっと入ってきたら、そいつしか浮かんでないね、おじさんなんですよ、ジャージ着た、うんうんうん、あれと思ったら、うん、バキンだったんですよいやいや前世滝沢バキンでさ、うん、前世滝沢バキン見て初めて俺安堵してさバキンっ
よかったー言って、そう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 、うわーよかったと思って、まあ、結局おじさんは攻めてこなかったんですけど、うん、あれからだからもしかしたらですよ、あの辺り住んでるから、うん、なんかのきっかけで面白いなー面白いなーってなって調べてみようってなってね、おじさんが、ね、山口敏太郎って言ったら、タートルカンパニー千葉県じゃん、あれ、うん、近いじゃん、近いなって、ね、あれ行こうってなったら、うん、俺攻めてくると思うんですよね。いや、ありえなくはないよね。そうそうそう、それだけで調べたら公開収録してんだと、山口敏太郎と会える時間があるんだと、うん、だから俺あの回から、うん、結構そわそわしてるんですよ、公開収録行くの。ああ、ね、いるんじゃないかと、そのおじさんがずっと残っちゃうね、うん、その感じで、そう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 、日本大好き面白いな、いいじゃん別に、でも山口敏太郎面白いなっ て、いやなんか怖くって、それがすごい。敏太郎さんとかさ、ああいう、うん、そういうね、うん、人とか結構、うん、来そうじゃん、来そう、家ね、来てますよ、ね、うん、どう対応するのかね、わかんない、すっごい難しいよね。でもそのうちの一人が滝沢馬琴だったからね。ああまあそっか、そういう人が受け入れてるんだ、受け入れて今は自分のね、うん、事務所に入れてますけど、もともとはそう言ってたかもしんないよね、だからそう言ってたと思うね、うん、言ってたっぽい、ほほほは、うん、っていう話がちょっと怖かったですよ。まあなんだろうね、あの日は結構ハラハラしながら収録をしていた、だから日本大好きはね、うん、言ったの、ビンタナさん言ってない、言ってない、あ、言ってないんだ、あの忘れてた、なんか、うん、バキンさんが来て安堵したことでもう急に忘れちゃってっていうか言ってないですね。まあまあそうね、うん、言わんでもいい話でもあるからな、お客さん来てるし、うん、怖がらせてもらえたなと思って、いたずらに心配させるかもしれない、そう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 、今度言おうかなと思ってますけど、いやそれはちょっと怖かった、うん、もう嫌だよね、あの何回か会う可能性あるし、そうね、で言い方いいか悪いか分かんないけど、山口先生のファンってそういう人多いから、うんうん、悪いね言い方悪いよ、そういう人多いからさ、うん、うん、もしかしたら馴染みのファンとかだったら、そうね、ケチョンケチョンにけなしたら、もしかしたら、ああその人誰々さんだよってすぐ分かられるかも、だからさ、うん、あのあんまあれやなんか、パーティーとか来てるかもしれないしね、そう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 、面白いなって言ってる人が来てるかもしれないから、もしかしたらその山口先生のお客さんの中では結構有名な人かもしれないから、その人をね、うんうん、ちょっとあのお客さん減ってるもアイディア、こんなやついたんですよっていうのもあれだしと思ってちょっと控えさせてもらったんですけど、まあ、今度ちょっとあの確認はしてみる。それさ、うん、でも状況的にもしかしたらだよ、今後、うん、じゃあ早瀬面白いなっていうやつが出てこないとも言い切れないわけじゃないですか、うんうん、はいはい、まあまあまあ、はいはい、電車の中とかで、うん、電車の中でね、そういうの俺話しかけるよ、どうすんの、話しかけるの、話しかける、どうも早瀬康弘ですっていう、ありがとうございます、ありがとうございますいつもみたいな、で、あの目的地まで一緒にいる、おー、うん、そうなんだ、で空いてたら俺飯食いと、金あったら、うん、そうそう嬉しいじゃん、だってそれがおじいでも、うん、でも人だだと心配になるんだ、ちょっと、うん、なんか山口先生のファンって怖い人多いからさなんかお前偏見じゃねえか同じ人の可能性あるじゃん、うん、なんか そうそう、ファンも多いけど敵も多いからさ、まあね、うん、そうね、なんか怖かった、うん、うん、もしかしたらみたいな、まあね、すっごい悪いイメージをするんであれば、うん、やっぱりその人が何かしら刃物的なものを持ってるとかも考えちゃうもんね、勝ち込みに来るんじゃないかと、うん、だって山口先生もあの事務所割れてるから場所がね、うん、だからあのお届け物が奪われるらしいんですよ、ああそうなんだ、うん、届け物と宅配便みたいな、宅配とかあとあの普通におはがき、山口先生に読んでもらうためにこういう怪奇的なことがありましたっていうものを盗んだりする人がいるんですって、うん、なんでわかるの、盗んだって、うん、いつまでたっても来ないからとか、送りましたよって言っても届いてないですよとかっていうのがあったりするから結構怖いって言ってましたよ、じゃあなんかあれだね、うん、そこを貼ってたらそういう奇特な人を見つけられるね、うん、ああそうね、奪う人はね、逆に、うん、変な人はねっていう、ちょっとね、ちょっとピクッとした話が、ちょっと怖いじゃ怖い、うん、そう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 全然でもいいけど、うん、いいか、いやあのそれの内容が山口敏太郎殺すとかだったら、うん、あそうね、あのねちょっとさすがに怖えなって思うけど、まあね、いいなって言ってるわけだから、うん、まあ、それはちょっとね、あとあれ知ってます、滝沢馬琴さんって緊急検証のツイッターのアカウントブロックしてるの知ってます、お知らない、なんで、うん、あのだってなんか唯一反応してくれる人だったじゃん、そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんですよ、ね、プロデューサーの人が、うん、喧嘩しちゃうから、
誰と緊急検証と言っちゃうんですって。なんかうわーって、なんか本当にね5件か6件ぐらいに分けてねうわーって言うんですよ、うん、でもそれにも反応してくれてたんですね、緊急検証さんはね。そうそうそう、優しいからよくこんなの拾うなっていうのを見た記憶がある、うん、本当に優しいプロデューサーなんですよ、うん、誰にも、うん、動物にも優しい人にも優しいね、でどんだけイカれたようなおかしな論、おかし論を話してても全然聞いてくれたりとかするんですよ、うん、でバキンにも優しい、うん、でバキンさんも何か言われたらうわーとか何かつぶやいたらそれに対してうわーこれはこうで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 ってよく分かんないこと来るんですよ、うん、でそれに対してもちゃんと返したのに、うん、なんかのきっかけでねすごい罵るようなことを言ってしまったんですよ。どっちが敵対するみたいな、緊急検証さんをに対してバキンさんが言ったのね。そう、うん、したらまあ、ちょっと叱られたんですね。お叱り受けたんですよ。いやあんなこと言うもんじゃないとか、うんうん、でそれでじゃああんなこと言うもんじゃないっていうんだったらちょっとブロックしとかないと、というのも相手を攻撃してしまうから、うん、そうなんですって。自分の論がだから否定されたりすると多分カットなるわーって言っちゃうから、うん、で それと一緒で今タートルカンパニー関西支部とすごい喧嘩してるみたいでなんでだよなんでだよ、うん、タートルカンパニーの関西支部のツイッターを管理している、まあ、ある女性のスタッフさんがいると、うんうん、そのスタッフさんが何かつぶやいたかしたのにすっごい絡んでいって、まあ、わーって言っちゃった。よくあるツイッターのあれだよね、うん、リプがどうとかでみたいな、うん、そう今それで喧嘩してるんですって。うわ、いろいろでこの前意外と好戦的。そうあの人ずっとそうですよね。うん、ネット弁慶で俺にも来たもん。あ、そう、うん、ちょっと前に、へえ、うん、ライターとライターの発音がなんたらかんたらっていう時に、だったらお前ライターってちゃんと発音できんのか言ってみろみたいな、うん、来て怖かった。ちょっとクソしょうもねえけど、まあ遊びでね、まあ、僕には来たんですけど、なんか普段は言わないようなこと、まあそういうところが、まあ、ツイッターのあれだからあれですけど、 SNS だから。ネットのぽいよね、ネット弁慶そこがね、うん、怖い、ちょっと怖いなって思っちゃいましたバキンの話。俺でもね、ネット弁慶の人、うん、基本怖い。わかるよ。なんかダメだ、萎縮しちゃう、ちょっとその、うん、本人に会っても、うん、多分怖くないというか、わかるよっていう人でも、うん、ネットでやってる人は、うん、あ、この人やっぱりうん、その持ってるものっていうのはやっぱり怖いところがあるんだなって思っちゃうね、やっぱ。うん、なんかつぶやいてるからみんなが共有できるようにしてるわけじゃないですか、うん、鍵をつけてない限りね、うん、そうなんだけれども、やっぱり見ると陰口に見えちゃうじゃないですか、鍵伝えてるように ね、うん、で自分のこと言ってなくて人のこと言ってるにしても、うん、なんかちょっと怖かったりしますよね。強くこの人言うんだと、怖いって思っちゃうんだよな俺、これに対して、うんうん、だから僕極力 SNS ツイッターとかでは感情的にならないようにっていうのを心がけてやってますね。なるべくその、うん、波風立たないような、そうそうそう、相手というよりは自分と距離を取ろうと思ってます SNS は。ああ、そうなんだ、うん、そう、まあそうだよね、なんかお前基本あれだもんね、うん、相手に対してはすごい敬語の硬い感じで返すもんね、うん、ちゃんと、うん、まあそうだろうね、うん、それがまあ一番まあ無難だよね。そうですね、いいとは言わないけど、付き合い方ね、うん、でも見てるとみんなうまいなと思いますよツイッターと、うん、あんななんかね百何十文字とかでしょ、うん、あれでようあんなうまく伝えられますよね。いや俺は伝えられてないと思ったからやらない方がいいと思ってんの、うんうん、すごいわ、ポエムじゃん、あんな100ね短い、うん、でもさ、どうやってどんだけ文章力がある、うん、すごいツイッター天才的な人だったとしても、うんうん、俺ニュアンスの細かい部分が、うん、あの文字数で表現できるとは絶対思わないから、ね、だから絶対に間違った捉え方をされるから、うんうん、でもそれがいいのかもしれない。相当要は考えてることっていうのが全部見えてるんじゃなくて、ね、ツイッターっていう霞がかっているものだからこそ、うん、楽にラフに、うん、投稿したりとか、ああいう風にわーって言ったりとかできるのかもしれないですね。そうね、でも俺はね、うん、すごいストレスに感じちゃって、その、はいはい、文字数が足りないことによって、うん、
これは絶対入れなきゃ入れないけど、うんうん、削らなきゃいけない部分が出るじゃん、うん、それによって全然違う意味になるなって思ったらもうやめたくなるの、もう、まあね、もういいもうやんない、わ、うん、かるわかる、どれ削ろうとかね、もういいもういいってなっちゃう、そうそう、あれメールアドレスこれ削った方がええんかとかね、そうそうそう、長いからね、まあ、だいたい告知はさもうさ、うん、しょうがないからそれでやるけど、うん、まあやっぱ自分の意図みたいなのを話さなきゃいけないとなったら絶対嫌だなって思う、うんうん、下本さんがちゃんと自発的につけたのってあれだからな、小人と会えるようになる神社に行ったっていうこと以来つぶやいてないからやってくれよ、だ覚えてんだ、いや覚えてるわ、俺誰やと思ってんねん、俺ファンやぞ俺一番のファンだぞ岸本の、だからこれも複雑なところが一個あって、うん、僕のアカウントではないじゃないですか、ああまあね、いやでもいいじゃんそれは、それが怖いんだよね、じゃあ岸本にすりゃいいじゃんあれよ、いやでもそれおかしくなっちゃうじゃん、都市ボーイズがなくなるのは困るでしょ、じゃあ作る作る新しく作る、うん、新しく作る、俺のアカウントってこと、いや違う違う別で、ああそこで都市ボーイズ作ればいい、専用で、ね、うん、もうだから2人がつぶやくんじゃなくて奥さんがつぶやくみたいにしたらいいよ、一番近くで見てんだから毎回何かやってる時は絶対隣の奥さんがいるんだから、まあ、奥さんにやらせたりマネージャー代わりしたり、まあ、宣伝は一番うまいから、ね、俺らよりうるさいから、うん、宣伝はうるさいしやっぱ あとマネージャーやってたから、うん、うまい、気が利く、まあまあね、すごい、うん、だって俺らが毎回やることって実は奥さんの命令でやってるわけじゃないですかまあそうね、うん、早くこうした方がいいこうした方がいいって言われて、うん、ケツ叩かれてやってるから、ってやってる、はいはいってやってるから、うん、そうそう、それはあるからでいいんじゃないですか、京都にしたらあれ、いやどう、いやいいじゃん別に、いやいいんだよ、うん、でも俺そのつぶやかなきゃいけないっていう、いいそんなことしなくていいよ、あれになりたくないの、しなくてしなくてそんなことは、そうだから一緒にいる時にやったらいいじゃん、それ意味あるの、いや意味あんじゃんなんか、うん、あそうなん、別にいいじゃんそれでも、いやそれが知りたいんですよ、いやだから、うん、最近っていうかずっと思ってるのは、うん、あなたすごい更新頻度高くなったじゃないですか、うん、最近っていうかここ数ヶ月ぐらい、それはあれです、うん、イベントとかに向けてみたいな感じです、いやいやでも普通、うん、普段から、あ普段から結構結構やってるなと思って、イベントとか結構僕家出る時って何か目的がないといかないんですよ、例えばフラットソー出るとかってあんまりないんですね、うんうん、だからその目的ごとの時はそうするように心がけてる、うんうんうん、と変わったことがあったこと、なるほど、ね、うん、あとなんか打つとね忘れないんですよ、わかる、それはその使い方してる人多いらしいね、うん、メモ代わり、うん、メモというか脳のね、うん、うん、やったっていう健忘録みたいな、うん、そうね、うんうん、だからそれに近いような感じがする、それはわかる、それで使ってるって言われて、うん、ああなるほどなって思ったけど、うん、それはちょっと思う、じゃあメモ使いやと思うけどね、そう、うん、それをさらさなくてもいいかなって思っちゃう、うん、そうね、うん、それはあるかも、あとなんかあれかもしんない、ちょっとこんなことあるから聞いてほしいっていうのもあるかもしれない、その悩みとかでなく、うん、こういう変わったことがあったら、あったから、お前はあれだもんね、いいと思ったものはちょっと紹介したくなるところあるもんね、あそう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 、うん、紹介したい、そうそう共有したいとこあるから、やっぱ鬼太郎のとか やったら出てくるもんね、鬼太郎はねすごい好きだから、やっぱりだから僕水木先生のお誕生日を祝いにこの前行きましたけど、うん、鬼太郎茶屋にやってたんだ、うん、行きました行きました、とかもやったりとかね、いろいろしてますよ実は、うん、実は実は一人でみんな知ってるでしょ、奥さんとね、そう見てんだから、うん、やってますやってます、そういうのは、うん、偉いなと思って、うん、偉いっていうか向いてるなと思った、うん、どっか行く時だけよでも、うん、本当にいや豆だから、うん、合ってると思うわ、うん、でもあれですよ、相性いいと思う、そうやってるのも実は奥さんがやれって言ってるからですよ、ね、うん、いやもうそうね、うん、それも言われたな、なんかやっぱりツイッターとか、うん、SNS の使い方でファンのあれが違うっていうのを言われてたね、うん、それはあると思う、うんうん、まあ、もっとさらした方がいいのかもしれないけどね、まあね、うん、それはちょっと、うん、LINE はこっちで決めればいいんじゃない、そこ、いやそれはそうそう、うんね、それはそうですけどねっていうね話ですけど、もう結構話したね、うん、告知をお便りやんなかったよ、ね、告知をしていきます、はい、3月の24日、うん、都市ボーイズ×アンノーン、中澤武さんがゲスト回です、はい、
第1回目なんでね、新イベントですちょっと盛り上げていきたいんですよ、うん、ぜひぜひご参加ください。例えばですけれども、最近あったこういうのってユーマじゃない、これってなんだっていうような不思議な、なんか動物とかいろんな怪奇動画とか今僕は集めまくってるんで、うん、それをちょっと中澤さんに見せて、これこうじゃないですかねっていう意見をいただくという。なるほど、うん、僕ちょっとねできるか分かんないんですけど、はい、一個なんか興味あるのが、うん、シザーチンピーっていうねやつが DVD 化されたんですよ、うんうん、映画が、はいはい、名作ね、名作というシザーハンズの迷うって書いての方でしょ、いやあの名前の名のあそうですか、はい、名著とかの名ですけど、作がじゃ違うじゃん、いや同じ同じいや作別だとも違うもんだ、それがね、うん、リリースされたらしいので、うんうん、ちょっとそれのね話とか、うん、ちょっと時間があったら その映画のワンシーンとかを見て、うん、ちょっとこれどういうつもりでやってたんですか、なんか例えばだけれども、うん、つまんない映画をつまんないと分かっていて借りてつまんねえなって言いたい日があるって分かる？分かるよ、うんうん、もしかしたらそうはならないくらい面白いかもしれない実は見たんですよ僕も、うん、面白かった、面白かったんだ、そうそう、だから見ていただければもしかしたら名作として迷う方じゃなくてね、うん、ちゃんとした名作として紹介するかもしれない当日。いやだから前編はもちろんやらないけど、うんうん、分かるよ、このポイントね、そう予告じゃないけど、うんうん、多分ね結構、うんまあ、この番組でも宣伝しましたけど、うん、したした、やっぱり実際見てる人ってそんなにいないと思うんですよ、うん、なんでまあ、ちょっとそれも踏まえて、うん、あとちなみにだけれどもレンタルショップに並んでいるからね、ねっツタヤとかあるでしょ、そうそうそうゲオとかね、うん、なんでだからこのタイミングでちょっと説明して面白いとこ行ったら、うんうん、本当に借りてみるかもしれないし、そうですよ ね買うかもしれないし、購買意欲が増すかもしれない、なんでちょっとねそれをぜひぜひもしできたらやるかもとか、うん、そうね、せっかくなんで、うん、できないことやろうかなと思って、うん、あとまあちょっと面白いなと思ってるのが、中澤さんが今ちょっと注目しているユーマのとかね、うん、紹介、うん、プレゼントがしていただけたらなと思います。それはねもうやっぱ専門家ですから、うん、そう専門ですからね、だからユーマ、基本ユーマでお届けするんですけれども、だから次回以降はまた別のそういう指揮者たちが現れて、今回ユーマだったけれども、うん、次は何々何々って変わっていくから、ね、SM 女王とか来るかもしれないし、ああいいね、ね、うん、いやマジでね本当に俺は、うん、これに関しては結構、あんた SM 上知り合いたくさん呼んだから呼んでくれよ、たくさんはいないよ、うん、呼んでくれよ、たくさんはいない、うん、呼んでくれよ、うん、いいよちょっと考えてる、うん、呼んでほしいわ、なんかヒルはわしたやつとか呼んでくれよ、いやそれは、うん、それは別に、うん、そっちの方が面白いから、俺もいるわ、じゃあそれで言うと、うん、共通の知り合いの美術場の店長、美熟女風俗の店長知り合いいるじゃん、芸人やりながら美熟女風俗、うん、あの人がすっげえ面白い話とか持ってるんですよ、へえ、うん、まあそれはありだよね、うん、そういう人呼ぶのはね、芸人さんしゃべるのうまいし、うんうん、知った仲だし、そう、うん、なんかだからちょっと今まで俺らのテイストでは呼ばなかったような人とかも呼びたいなと思ってるイベントなんで、ちょっと定期的にできればと思うんで、うん、これは1回目がうまくいけば、1回目はそうですね、いや、はい、どうしてもちょっと中澤さんに出てほしかったっていうのがあったので、今までねやれなかったからね、うん、やれなかった、意外とやってないから一緒に、そうなんですよ、僕はオカルトコースやってますけれども、イベントとしてはもう全く何もやってないじゃないですか、初で、うん、初なので、ちょっと楽しい、うん、楽しみ、俺らも楽しみたいし、そうそうそう、お客さんも楽しめればと思います、ね、うん、そうですね、っていうようなものが、まあ、まず一つと、はい、で、月をまたぎまして4月の6日でございます、はい、4月の6日はですね、私林康弘の生まれた土地でもある岡山県津山市でですね、うん、凱旋イベントがございます、はい、テレビでは話せない怪談話みたいな、そういったですねタイトルで、桜祭りという、まあ、お祭りがあるんですよ、はいはい、毎年ね4月の頭の土日にありますとか4月の、まあ、中旬ぐらいあるのかな、うん、桜が咲いてるぐらいまで、まあ、お祭りがあるんですよ、ずっとね、そう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 、2週にわたってとかあるんですけれども、まあ、その、4月の6日のですねステージを任されておりまして、うん、お昼ね、14時ぐらいから2時ぐらいから任されていて30分、はい、でそれが終わったら4月の6日のですね同じ日の遅くにですね19時ぐらいから2時間ですかね、うん、ぐらいですね、まあ、テレビでは語れない怪談というのを披露させていただくので、でこれもですねツイッターで
告知しているので、ぜひぜひご興味がありましたら、うん、多分ねいろいろ同級生来るんですよもうねある程度来る感じになってましたね、うん、そう同級生が来るんですよ、うん、あと父親と母親も来ますよ。ああもう凱旋だ、凱旋でしょう、まさに、うん、でねあの弟も来ます。おお久々だな。そう会うのね、うん、くんちゃんね、うんうん、くんちゃんもともとテレビマンですから、うんね、あのピカルの定理やってました。もう何回かね会って、うん、ピカルの定理のエリやってました、うんうん、そのままくんちゃんも来ますよ僕の弟ね、うん。でなんか前回の大阪の時に、はいはい、うん、なぜか分かんないけれどもうちの母親と父親にインタビューをするというあの、まあ、ちょっと変わったお客さんもいらっしゃったので、あった、ね、あった、まあ、ちょっと話聞きたければ全然聞いてもいいんじゃないですか。父親母親にどうやったらあんな、ね、あんなガキになるんですかみたいなね、うん、聞いてたね、うん、そう一人遊びが多かったなって言ってましたねマジで答えてくれた、うん、私はもう別に何にも関与してない、別にあのしたいことせえ言って言ってましたわーって言ってましたよ、うん、でまあよくしゃべる、うん、そうまあよくしゃべるインタビュー慣れしてんじゃないかっていうね。そう慣れしてんですよ、うん、でまあまあ普通に中身で言うと、うん、いろんなテレビとかでできないような話だとか僕らテレビの裏方してるのでそこで起きた話とかをちょっとまあ中心に話させていただこうかと思います。そうですね、うん、初出しのだからあの Amazon プライムでダメって言われた話とかもするから、うん、ぜひぜひちょっと、まあそうね、来てください。ちょっと、うん、はい、今のところで言うと、はい、ガラガラとまでは言わないけれども、うん、あインフルエンザか今日っていうぐらいのクラスの感じ。マジで、うん、あそうなんだ。そうちょっと頼ますよ。いや本当にそうですよ本当に。まあそっか、うん、でも人口がまずねちょっとあれ、いやいるわ人口は。まあまあそうね、ここと比べたらね、うん、まあまあ、うん、あとまあ行きづらいっていうのあるけれどもにしたってね、だから、うん、いや理想的なことを言えば、うん、別に岡山の人だけで埋まらせる必要ないわけですから、近くの方ね、そうですよ、あの邪魔しちゃいけないなんて思わないで。いやそう遠慮とかはいらないですよ、うん、そうマジで。あとあの僕のことが本当に好きで、僕らのことがね、うん、都市ボーイズ岸本早瀬が好きだったらば友達呼んで埋まってるように見せて、別に友達に不快な思いはさせないと思うから、そう埋まってるように見せて、ほんでそうだ、ね、あの埋まってて、もし満席やったとしたら、うん、当日迎えてね、うん、あのしたらあじゃあ次回も呼ぼうかなってなるじゃないですか。そう、ね、そうだからあの来年再来年見据えて自分がまた話聞きたいなって思わせるようにしてそしたらたくさん人呼んで、本当にあの結構ね、うん、あの初めてね、聞いてないけどイベント初めて連れてきちゃったんで、うん、意外と良かったって言われること多いから、そう、ね、でなんかそれはもう全然呼んだ人の方がハマっちゃうなんていうことも多々あったりするから、そう、ね、からそうぜひぜひ呼んでください本当に1時間がえぐい、本当に呼んでください。あ、まあ、でも、うん、あの本当気軽に、うん、もう本当に楽しみにしますので、本当いっぱい何でも聞いてください、あの空いた時間に、うん、あの俺カトゥーの話とかするし聞かれたらそこを出すのもちょっと何ともですけど、いやもう何でも、それぐらいの気概で何でも聞いて、うん、答えますんで、うん、ぜひぜひ、うん、そうですね、そう、それが4月6日でございました。はい、で4月の7日です。次の日続きますけれども、こちらがですね、岡山から移動しまして大阪でございます。はい、はい、大阪のイベント、またこちらもですね前回と同じです。 B 難波という場所でですねやらせていただきます。タイトルが決まりました。ああそうですか。はい、はい、公害禁止っていう、公害禁止というライブで、うん、これもあの本当に話せない話をたくさんする、よそでちょっと話されると困っちゃうなという話、うん、だからお客さんとの信頼関係で成り立っているライブですよね。もしそこを公害されると僕らちょっといろいろあるんで、少なくとも僕ら、うん、まあ、基本東京でイベントやってるじゃないですか、うん、はい、でまあそういう話まあまあやってるんですよ、うん、そうそう、まあまあなんだけど、うん、やっぱりちゃんと出てないことが多い。そうそうなんですよ、ほとんど出てないと思うんで、うん、でね、別の僕がライブ出たんですよ、はい、別の階段ライブに出て、はいはい、で話してくださいって話したんですよ、はい、でこれダメですよ人に話したらって言ったら、はい、思いっきりツイッター書かれてて、マジで結構ショックやった俺はあ、そうなんですね。そう、その話は僕は大事にしようと思ってたんですよ、はいはい、大事にしようと思ってたんですけど、うん、話されてて結構ショックだったって話があったから、ああ、それはよくない、ね、でも僕らのライブでは話さないですよね。あ、 100% 守られてますよね。それは今のところ、あ、人のライブの時の話、ね、そう、人のライブの時、あ、うん、僕らそう僕らもね結構、うん、
何回もやってるんですけど、そう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 、ほぼ出てないんで、うん、ありがたいことに、ね、ありがたいですね、本当に信頼関係で成り立ってる。そう、公害禁止の話があるので、まあ、あるテレビタレントに口説かれた話とか僕しますよ。あ、本当ですか。めちゃくちゃ売れてるテレビタレントに口説かれた話とかしますよ。まあちょっとね、うん、そうそう、名前はまだ名前は言えないけれども、聞きに来てください。あと、当日は聞けると。そうそうそう、うん、あと岡山では話せない話があるんで。なるほどね。あのね、はいはい、あの話があるんで、岡山の話ちょっとあの問題あるし、うん、聞くかなっていうのもあるよね。知り合いとかが来ちゃう中で、そういう話ちょっとあれ問題があるから、ちょっと津山では話せない話をしたりするので、ちょっと今今年僕がそれをちょっと根詰めてどんどんまとめて、それを話していこうかなと、メインにして、ああ、そうなんだと思ってる話なので、それは結構いい話なんですよ。じゃあそれは、うん、そう、大阪の方で公害禁止という、話されるとちょっと困っちゃうんです、人に出されちゃうとっていう話をたくさんしていくので、ぜひぜひ。それぐらいです。そうですね、はい、まあ詳細など気になることなどあれば、ツイッターとかでもブログとかでも ね、 そうですね、ありますね。あと、そう、新プロジェクトも立ち上がるから、その時になったらまずちょっとあの話します。そうですね、はい、あとまあ番組とかもいろいろあるんで、出させていただく、まあ、その都度更新しています、はい、で、あのツイッターがね、都市ボーイズもしくは早瀬康弘ひらがなで打つと、はい、いますんで、フォローしていただけると最新情報を、はい、募集されます。お願いします。あとブログもございまして、過去のアーカイブ聞けるようになってますので、都市伝説スペース奥館とか都市ボーイズとかで検索すると出てきます、うん、ぜひそちらもお願いします。お願いします。あとメールアドレスございます。都市ボーイズ02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com、こちらがですね、先ほどのイベント全部受付まとめてできるようになっておりますので、うん、タイトルの方に、イベントで、イベント名、はい、で、内容の方に、代表者様の名前と、はい、あと人数だけ書いて送ってください、はい、以上でいいですか、ね、はい、大丈夫です、はい、ということで締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ、あでした。